タイラー・ユリスはアメリカ合衆国、オハイオ州、ライマ出身のプロバスケットボール選手。中学時代は陸上部でも活躍し、800メートル走と1500メートル走の選手として活躍した。高校はイリノイ州シカゴ・ハイツの高校に進学。2014年にはマクダナルズ・オール、アメリカン・ゲームとジョーダン・ブランド・クラシックのメンバーに選出されるなど、 有望株として注目された。大学は、名門県タッキー大学に進学。2014から15シーズンに、SEC のフレッシュマンチームに選出された。ユリスは、翌2015から16シーズンは飛躍のシーズンとなる。SEC トーナメントの MVP に選出されたのを、皮切りに、SEC のファーストチーム、最優秀守備選手賞、最優秀選手を受賞し、 ボブクージー賞も受賞した。これで自信をつけた、ユリスは2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。34位でフェニックス・サンズから指名され、ケンタッキー大学の同窓にあたるエリック・ブレッドソー、ブランドン・ナイト、デビン・ブッカーラと共にプレー2017年3月5日のボストン・セルティックス戦では20得点をアシストに加え、 104から106で迎えた第4クォーター残り5秒の場面から、ブレッドソーがレイアップシュートを決めて同点に追いついた後、アイザヤイ・トーマスからスティールを決めた直後に、決勝のブザービーター3ポイントシュートを決めて109から106の大逆転勝利に導いた。同月末からは、負傷のブレッドソーに代わり先発で起用され、4月度の月間優秀新人選手に選出された。 ありがとうございます。